皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。今日は日記の動画です。2月の6日7日に行われた静岡県の私立高校の合格発表が、先週の金曜日16日にありました。それと同時に A 日程で再募集をする9つの高校も発表されました。その高校というのは御殿場西高校、成蹊高校、静岡英和女学院、徳川大学附属徳川高校で、静岡学園、岩手東高校、浜松学芸高校、西英女子学院、小石川浜松国際高校、この9つです。で、願書の受付は明日2月20日と21日両日で、試験は翌日の2月の22日になっています。そして合格発表は2月の26日の月曜日ですが、成蹊高校だけは2月の22日当日ですね、試験当日になっていました。で、この A 日程の再募集、私立高校の再募集、私はちょっとねよくわからないところがありまして、疑問に思っているところがあります。それはこの9つの高校はどんな受験生を対象に A 日程でこの再募集を行うのか、どんな人が受験するのか、ちょっとイメージつかめないんですよね。一般的にはまだ公立高校の受験が3月にあります。で、合格発表14日ですから、その14日以降に再募集した方が一般的じゃないかなって単純に考えてしまうんですね。公立高校受験して、あ、残念ながらダメだった、もう一回挑戦したい、そういう人たちが再募集に応募するってイメージはあるんですけれど、これまだ公立高校前2月中ですよね。そこで再募集をする、どんな人が受けるのか、ね、高校はどんな人を対象にしてこの再募集をするのか、もし知ってる方いらっしゃったらコメント欄の方で教えてください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。